のんち TV 始まりました。ピースの角度は自分向き、リーのんちです。そして本日のお題はじゃない、本日のお相手は何ですか。私非紋章にでもなったんです。違う違う、なんか広いからさ、チラ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 するのこっちが広い、面白かった。使ってそっちの方。はい、そして私レースは編むのか走るのか、おえこです。ノリノリです。はい、今回はトップナイス第5話ですね。最新話2月8日放送です。もうまあ言うこといろいろあるんですが、はい、とうとう広瀬アリスが、はい、バーテンダーさんと恋に落ちてるんだけど、もっと落ちて、もう寝ちゃったの、寝ちゃったの、はい、バーで寝ちゃいました。はい、はい、あれ知ってますこれ、はい、寝たっていうのが、はい、本当に一緒に横に寝ただけだったっていうね、はい、はあ面白いですねっていうところから始まり、日テレ感出してきましたね。はいはいはい、でこう今回ははい、耳のなんていうんですかね、聴神経腫瘍ですね、はい、それの患者さんが、うん、エイタの弟と仲良くなるんですけども、はい、その子の病気がさ、はい、高山さん、そうそうそう、喫茶店というか、はい、なんかハブってあるじゃん、なんかハブですね、はい、あんな感じのところで働いてんのも、うん、でもっとなんか喫茶店っぽいところなんだけど、うん、流れてんのよ、大きいところ、はい、なんていうのモニターに音楽が、それを知らず知らずのうちに自分の曲だと思ってどんどん発表してっちゃうみたいな、いい曲ができたんで先生聞いてくださいって、エイタの弟にね、はい、私こんなんできた、私今どんどん才能が溢れてって、ね、そしたらそういう病気だったの、うん、もうなんていうの一瞬でパッて聞き取って、うん、自分のものっていうのなんていうの、うん、そういうのいう 病気みたいな、はい、まあ、勘違いしてしまうってことですよね。そう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 、うん、だけどさそんなのね、それでねレコード会社、それでレコード会社の人のところに持ってったら、レコード会社の人もじゃあやりましょうみたいになってるの。だからさ全員別にもうそんなもんだから、そんなのなんかねちょっとって感じ、ちょっとって感じなんだけど、あまりにも一緒なのだろうね、全部が全部ね。まあね、だけどさほとんどがそんなもんだよ音楽のってちょっと思ってる。もうだってドラマだってそうでしょって僕は言いたいぐらい、だいもうほぼ大体一緒じゃないんですか。まあ、でも音楽の方がだいぶ限りあるというかね、なんかそういう感じしちゃうよ ね, ね言っちゃうとねって話ですけど、まあそれがあり、はい、そんなんでまあちょっと俺はもうそういうのでちょっとイライラしつつ、しちゃった、うん、でまあエイタも頑張んだけどさ、はい、やっぱりさ椎名桔平さんがさ、うん、やっぱすごいのよ、はい、そうですね、で俺いつもねトップナイフ見るために思うの、うん、本当に何にも悩まずできちゃう人ってもしかしたらいるのかなって思っちゃうの、うん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 、なんか努力もせずできちゃうような人はもう本当にいるんだろうかと、ね、だからその医者の世界に なんかいそうな気はしちゃうけど、うん、まあ、いろんなすごい人会うとみんなねやっぱ努力してるっていうからね、本当のところはどうかわかんないんですけど、ね、はい、でトップナイフだんだん面白くなってきました、はい、最初の頃はあそう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 、その才能がないみたいなところを、うん、エイタの弟が、うん、認めたんです、ね、まあ、椎名桔平さんと比べちゃうんですね。でね、もうどうしても、ね、でそのそれをお母さんに告白した時に、はい、出てきた時に、うん、山口百恵の旦那がこう拍手するわけですよ、はい、そのシーンがねもうちょっと、ね、いいシーンだったわ、はい、そっからだよってことですよ。そうですよね、あんなにこうね小さなこう拍手が似合う、うん、いいシーンだった、ね、ああ、うん、トップナイフね最初の時はね本当にねアホかと思いましたけどね、だんだん重ねるごとにねえ、うん、だって最初は私がトップナイフとか俺がトップナイフとかさ、わけわかんないこと言ってるからもうアホなのかなって思いましたけども古さを感じた部分もありましたけどもね、はいはい、で最後とうとう、はい、ダンスシーンにジュジュさんが現れとうとう現れました、はい、第4話からですけどね、もも出してましたももを出したジュジュがとうとう現れましたね。そんな感じで皆さん、はい、トップナイフよかったな、もしかしたら、
見てみる価値があるかもしれない。あと主題歌よかったら覚えて、ああそうカバーやってますからね、これぜひ、はいね、あとスカーレットもやってますもんね。その前のこと、はい、それでは、はい、ま、続きはまた、続き、あ、これはこれで終わりか、はい、トップナイフはね、はい、それじゃあまた萌子チャンネルも見てください。見てください。